近い心理学よし、では行ってみましょう。ガチトツゴー。ガチトツですね。いや、宮川さんが隣に座って収録する日が来るとはいいですね。このドライブトークいいね。いやでも先に僕はあれです、イマムさんの食レポをあげようかなと思います。右手前方向です。あげたい放題ですよ。あげたい放題ですか。宮川さんってそういうなんか食い物を食いに行ったのを取ってあげたいとかっていうのは今まであったんですか。あー、どうだろう。そうですね、あるっちゃある。すいません。まあでもそうですね、まあパンの先生はことないですけどね、カレーを毎回あげるとかね。カレー毎回、うん、あ、一緒に食いに行ったけどうまかったですよ。本当ですか。やっぱね、あんだけ仕事してますからね、パンダ先生も、うん、そういう、こう、合間のモチベーション上げるものがないと。なるほど。って感じしますね。今日は美味しく、なんとひつまぶしでしたからね。いつもそういうなんかプランってのは、一月先ぐらいって考えてるんですか。あ、だいたいそうっすね、僕ね。こうだから、3月の時に、3月、4月、そうですね、だいたい一月2月ぐらい先を大体。なんか僕あれなんですよ、はい、告知好きなんですよ僕。あー、 PV 職人。なんか告知で盛り上がるチャンネルにしたくって、それはある程度なんか成功してるんじゃないかって勝手に思ってるんですよ。次何があるんだろうって、なんかきちんとこう。確かにな、うん、だから次の予定は特にありません、じゃあ皆さんさようならってのはあんまりやりたくないんですよ。だから次はねっていう風にしたいっていうのはちょっと思ってますね。確かにライブの最後でもきっちりあれですよね、告知してますもんね。うん、 PV も作って、まあ、作る時もあれば作らない時もあるんですけど、なんか、うんうん、作るか作らないかはなんかその時のノリで決まるんですけど。随分俺作ってもらったな。確かにあれだって、青木さんから送られてきたいい素材があったから、中華街のいい素材が。およそ400メートル先、中華街あれね、あれ超いい素材ですか。名古屋高速4号東海線です。もう高速乗っていいんだ、よし、いいぞ。僕ね、こういう高架が超好きなんですよ。ああ。こういうの見ると超燃えるんですよ。そうなんだ。だから上走ってる時より下走ってる時のが燃えるので、確かにちょっとエヴァっぽいですよね。ああ、なるほどな。確かに。斜め右方向です。だからなんていうんですかね。名古屋高速4号東海線です。確かに鉄塔とか見るとなんか燃えますよね。完全にあれですよね。その少年の君も言ってましたけど、エヴァの世界観ですよね。ああ、まあそうかもしれない。電柱とかさ。うん。でもなんか僕でも中学生ぐらいの時に電柱になんかサイバー感をすごい感じたんですよ。ほう。空中になんか線が飛び交ってるって、うん、この世界えぐくないかって思ったんですよ。うん、なんかこれってすごい未来社会に実は俺は生きてるんじゃないかって、なんか中学生ぐらいの時すごい思って。SF 的な、 SF 的な世界に実は俺たち生きてるんじゃないかって思って、だからこの今のあるような青い空白い雲とかじゃなくて、空中にこう電線が飛び交ってるわけですよ、はい、うん、この世界やべえなと思ったんですよ。うん、なんかだからそう、エヴァンゲリオン僕高校生で体験して通過してるので、はいはいはい、素質があったってことですね。素質があった。なんかこう、まあ、YouTube なんかも大体それ前後のあれですよね。まあそうですよね、うん、高坂先生も見たでしょ、うん、ああ、まあそうですね、高坂先生も、うん、見たって言ってましたね。俺も見てましたし、ね、ああ、やっぱそういうことなんですね、うん、山崎さんたちと一緒に仕事なんかコラボすることあるんですか。あ、また模擬試験を、公認心理試験のやらせていただいて。5月でしたっけ。5月、5月に試験だから、うん、模擬試験はもう実は、明日締め切りです。おお、もうす、うん、キンキンじゃないですか、うん、そうなんですよ、そうなんですよ。模擬試験受けてください。皆さん、模擬試験受ける人は受けてみてください。ね、いきなりぶっつけ本番って怖くないですか。ちょっとうちの卒業生も言っておきましょうか。あ、ありがとうございます、ありがとうございます。うん、もう明日締め切りなんですけど。受験業界だったらもう有名人ですよね。
いやそうだ、実はあれなんですよ、その僕もそうですけど、うん、山崎さんもやっぱり心理インターンっていうあのもうなんていうんですかね、心理系大学院入試の英単語帳の第一人者なので、おいや一瞬話こう聞いてて、あ、ごめんなさい、なびるって言ってて普通に携帯触りやすい、なびってくださいはい、まっすぐです、まっすぐ、はい、でその次の信号、まっすぐ行って次の信号左です、左、はい、わかりました。知識のなんか量が半端ないですもんね。カバー率何割みたいな、いやありがてえ話です。うーん、まあ、我々研究者はねこう一点突破型の知識なので、なんか知らないこと多いんですよね。そこはだから僕らのだからあれがこう出るところですよね、良さが出るところですよね、そのジェネラリスト的なところっていうのは。病院臨床やってた時ってやっぱりジェネラリストがやっぱ求められたんですよ、うんうんうん、臨床心理士って。そういう面ではあれだよな、こうすげえなって感じですけどね。で次左曲がっていただいて、かしこまりでーす、はい、いやでもウケるな、やっとリアルであったらやっぱ面白いですねみんなねね、山崎さんも事務局さんも、うん、うん左方向です。あ、左だった。あ、いいですいいです、まっすぐ行ってください、まっすぐ行ってください、あのまっすぐ行ってほしいです。15メートルの道なりです、うん、なんかナビゲーションというの願望ですよ、それまっすぐ行くんだなんかそこだけ切り取るとすごくいい話になってるけど、ただ単純に道を間違ってるだけですいや、間違ってないです、間違ってないです、こういうナビが出てくるのかななんかあれですか、俺たち大学とか研究者だと、まあ同僚は結構いるから飲み行ったりしますけど、たまに、うんうんうん、なんか宮川さんってそういうなんか仕事関係とか同僚みたいなのってあるんですか。あんまないですね。河合塾の方はで行くことがあってもやっぱり年一とかあの、うん、終わった後に、うん、まあまあそんな感じですよね。ありがとうございます、ね、そうなんです、これがいわゆるあの心理学の予備校講師が1万人に1人いるかいないかだというのにそれがこの近所に住んでるっていう不思議ですよ、ね、世の中の、しかもそれが YouTube やってるっていういやこの奇跡だよ、うん、これがこの距離感に住んでるっていう世にも珍しいですからね、うん、お二人以外にもいるんですか心理学予備校師。まあ、いるんですけど、その YouTube をやってるとかそういうのはいないですよね、うんうん、まあそうですよ、 YouTube やってる人間の方が少ないですからね、あの河合塾の先生は、まあ、やっぱり今専属でそのもう心理学の講師でやってる人っていうのも、うん、まあそういうのもやっぱりあの他の仕事とかもなんか思ったりしますけど、まあでも基本河合塾の仕事をメインでやってるっていう人はいますよね。河合塾の仕事ってどういう感じなんですか。なんか週4で働いてるっていうからなんか、ん？毎日出勤、週5出勤じゃないんだと思って。あ、5じゃないですね。やっぱり基本的に授業をしに行くので。あ、じゃあその授業のところでスポットで行って。そうですそうです、そういう形なんだ。そうそうそう、だから別に職員でも何でもないので。あ、違うんですか。あ、そうですそうです、僕フリーランスですよ。あ、じゃあね、報酬ってことですか。そうです、報酬です。そうなんだ、はい、だからあの河合塾っていう芸能事務所に働いているなんかあのフリーアナウンサーみたいな感じです。あの所属タレント塾コースみたいな。あ、でもなんか、うん、近いですよね、ほぼね。恥ずかしいけどでも立場としてはそんな感じですね。だからそう、だからうん、そうなんですよ、うん、だからそのフリーアナも所属事務所があるじゃないですか、うん、その所属事務所にマネジメントしてもらって生活してるわけじゃないですか、だからそんな感じです、ね、今回その俺仕事ガラッと変わるわけじゃないですか、うんうん、で一つやっぱ宮川さんみたいな仕事をなんか時間も忙しくないし楽しいですって言ってたのが、うんうんうん、まあ、どこまで本当なんか知らんけどなんか見習おうと思ってそう、これや、俺これになるんや思うて、あの好きな情報発信もできるし、会いたい人と会いに行ける、うんうんうん、確かにいいなと思って、うん、そう、確かに一個だから僕の中で足かせがあるとしたら、うん、やっぱり予備校と重なることができないってことですかね。あ、うん、
まあ、できないっていうか、まあ、僕の中でやるべきじゃないと思ってるって感じかな。うん、なんか俺もなんか歴史とか出してましたけど、うん、授業の内容は喋れないんですよ、うん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 、大学に金払ってもらってるから、それがまあなくなればまあ好き放題喋るんですよ。もう好き放題好き放題喋るんです。全部出してやるぞこの野郎と思ってますから、うん、今は多分逆に僕はあの回り回って河合塾の受講生が増えてたりとかするっていうことを案にこう多分理解してもらえてるから、うん、いや実際それで増えてるんじゃないですか。いやありがたいことに、うん、だって赤本だって相当ね、いやバイブル的になってます、うん、やっぱ去年はやっぱり売り上げが PE でしたからね。そうなんですよ。やっぱ働き方ってなんかすっごく考えますね、このしばらく。さっきのね、学生のキャリアプランっていうのもあれです、自分のこともそうですけど、まあ、でもさっきの僕はあの 緑の休みばっかりのスケジュール表を見せたと思うんですけど、だから2月、3月やっぱりお給料はだいぶ少ないですけどね、やっぱりそんだけ休んでしまえば。 1.5 キロ道なりです。繁忙期とかこう波あるんだよ。ありますあります、すごいあります。その試験の前とか、うん、ありますあります。どっちがいいんですかね。なんか俺はわりかしそのなんか波があっても日銭商売って結構好きな方なので、うんうんうん、あの不安はそんなにないですけど、安定収入欲しいって人もいますからね。あとやっぱりあの妻がそんなにいいかもしれないですよね、その不安定であることには。あ、うん、だからまあ、うん、回り回って結果として安定してればいいとは思うんですけど、およそ 600m 先、高森ジャンクション、名古屋高速2号東山線を都心環状方面です。左車線を使用します。だから別に、うん、共働きじゃなくても多分やっていけると思うんだけど、まあ共働きをチョイスしてるのは、まあ、いろんな理由があるんですけど、まあ、共働きとか、まあ、今は普通だとします。高森ジャンクション、名古屋高速2号東山線を都心環状方面です。これを左ですね、はい。あ、それ少年さんも今回で終了か。ああ、そうですね。あ、少年合わせてもよかったかもしれないですね。そう、なんか竹尾先生がなんか直前のライブ配信を見ていて、うん、なんか少年さんってすごくなんか会いたいみたいな言ってましたけどね。じゃあ、あの、合わせましょう。合わせましょう。まあ、それ遠くはないでしょうしね。少年と焼肉に行きたい人集合。左車線を進みます。彼も社会人か。そうなんか。時にこいつ面白いやつだなと思って、うん、なんか左車線を進みます。 YouTube をやるにあたってなんか話し相手が欲しいなと思ってたんで、はいはい、うん、ちょっと話し相手役になんないって言ってちょっと声かけて。あ、そういう感じだったんですか。 5km 道なりです。で、どうって言って、まあでもやっぱり声バレとか ね、あの顔バレとかはしたくない。まあね、うん、あと それやることによって発言にも制限かかっちゃうから、うん、やっぱ彼はね、やっぱり突然漏らすところが面白いので、うん、そんな制限のかかった発言なんかしてても全然面白くないからやっぱ声ば、あの匿名であるってことはすごい重要で。あ、ボイスチェンジもねしてるおかげで、どこの誰かさっぱり分かりませんもんね。まあ、なんか知り合いからは分かるらしいですけどね、やっぱりね。そうそうそう。でも僕多分だからあれなんですよ、その大学をだから4年生が彼が修了するときに、はい、なんかちょっと飲み会みたいなのやったんですよ、うん、それ以降多分会ってないです。だから院にいる2年間は多分一切リアルで会わない一番ですね。まあ実際今大学院生大変ですからね。まああと顔も見てないですね多分ね。だからもうど今どんな顔してるかも分かんないですね。顔そんな変わんないでしょ。うーん、まあでも会ってないですからね。ほんとね、なんかね、およそ 3km 先、ね、黄金の出口を出ます。まあ、真面目っていうか真面目なんだろうな。東畑先生の本みたいな感じですね。なるほどね。いや、読んだことはないんですけど、あの人学会で講演してたんですよ、うんうん、まあ、それなんかたまたま聞く機会があって、いや彼とも東畑先生とも同い年だらしいんですよ。ああ、そうなんだ。はい、あれ同い年じゃん。いや、ゴールデンエイジですね。
やードライブトークですね、ほんとね。いやー、ほんとですね。僕こういう画角大好きなんですよ。こういう画角燃えまくるっていうですね、ほんとに。これ、なんていうかね、このカーブがたまらないんですよ。あー、確かに。すごい。このカーブがね、ほんとたまらなくて、なんかあの、ジャンクションの写真集があるんですけど、ひたすら全国のジャンクションの、こう、下からのアングルで撮りまくってる写真集があるんですけど、それぐらい僕、だからこの右から上がっていくあたりとかたまんなくないですか。また黄昏時に映えますね。そうですね、こうね、映える。映える。道なりに進みます。そしてこの歩道橋とかがクロスしてる感じ、たまんないですね。ああ、もうこの辺、たまんない。ああ、もうたまんない、たまんない。愛が溢れてるよ。ああ、終わっちゃった。終わっちゃった。いいジャンクションでした。いいジャンクションでした。ありがとうございました。ではでは。いや、いいのが撮れた。こういう小ネタたまらんな。本当に日本縦断してんだもんな。まあ一人日本一周ですけど。まあそれ聞いて驚愕しましたけど。今日発覚した。本日左方向です。なんか辛いよな。辛いもん。およそ500メートル先、そうだ、一番きついの君だからね。一旦福島から大分までまず来てますから、ね、そうだよ。だから八の字みたいなもんだよ。本田先生と俺ってあのこの間ライブ出してもらった。どんな骨折ですか。体力ある人の特徴って、ね、自分の体力ある自覚ないんじゃねえかと思ってた。そうだよなという。俺もまあある方だと思うんですよ、体力。でも、そんな自覚、この30個はないと思わなくて。もう徹夜で3デスぐらいしたら論文するぐらい読めるなら読むよって思ってたんですけど、できないっていう。それが、ね、結構多いんですよ。あ、もう。まあ、自覚ないのかな。宮川さんと自覚なかったと思うんですよ。ないです。僕、体力あるのかなーって、あると思うんですよ。体力あるのかなー。ああ、なるほどな。だ僕、だからこの、結構、だからその、若い頃とか、それこそ、なんですかね、今みたいにその心理学の授業一本でやっていくことができなかった時代もやっぱあるわけですよ。そうですね。まあ今も別に心理学の授業だけやってるわけじゃないんですよ。実際いろんなことやってるんですけど、その心理学の授業を主体にすることがまだできなかったっていうのは、やっぱり一日も9分とかやってましたからね。40分ですか、60分ですか、70分です。おかしいぞ、だから労働基準法でおかしいぞ。8時40分に始まって、あの8時45分とかに終わるんですか。いやもう無力な書いてましたね。体力ない人ができると思いますか。いやなんかよく頑張ったなーって。いや頑張ったなーっていうのって、やそれが頑張れることが稀なんだっていう。あのでもそれでも僕には転機があってですね、毎週土曜日8コマやってた年があったんですよ。コロナ前ですけど、毎週土曜日8コマがやってくるって半分のやつで。そうだよ。普通そうだよ。いやあ、今週も土曜日やってくるな、8コマかと思って。そうでもそんな時代もありました。その時にエナジードリンクを飲むことが前提の暮らしになった。なるほど。でそれ良くないと思ってエナジードリンクを飲むのをやめる。エナジードリンクがなくても回る暮らしをしようと思ったんですよ。でそこでその年まではだからエナジードリンクありきでやってたからやめました、エナジードリンク。だからそれとその年でやめました。それは本当にやめてよかったなと。で働き方もちょっと調整して、そういうことしなくても結構食っていけるんじゃないかって調整したら、まあ、できた。あと、これ、発売の話、重なっちゃうんですけど、コロナになって、仕事全部やったんで、結構、だから、で、一応、
6割お仕事、15分後お給料いただけたので、4割固定したんですよね。新しい仕事の中の形で決めて、6割、まあ、4割の仕事を作っておいて、で、なんとかしようと思ったんですよ。まあ、そしたら、まあ、緊急事態宣言が終わって、なんかいろいろあるときに、まさか 100% 全部返ってくると思わなかったんですよ。でも4割補填してるから何が起こるかというと140%になっちゃった。ありますよね、それ。コロナ禍開けた後。じゃあ、高校かな。だから、本当にコロナでお仕事がなくてって言ってる方がいる中で、あんまりその通り言いづらかったんですよ。まあまあまあ。明らかに忙しい。うん、で、それを今100とか90ぐらいに調整できたんで、今はだいぶだから楽になりましたね、逆に。うん、生活パークライフバランスとしてはだいぶ整っている状況になっちゃう。いや、まあだから、うん、その時期に身についた体力なのかもしれないですね。いや、だからだと思いますその時期、どの辛さがその時期に身についたって言ってるんですか。まあ、元からあったと思いますよね。